CH2020、今週も付き合いいただきありがとうございました。した今週からは二人の YouTube を復活。はい ということになりました。さあ、はい、今日のトークテーマ上越市のフェリックスさん、あ、いつもありがとうございます。ますええー、店頭にはすでに和製品種の新米が並んでいますが。生まれ育った故郷のおすすめ新米のお供。こんなのありますよ、トーク、いかがでしょうか。ちなみに、自分の好きなお供の一つは神楽南蛮味噌ですといただきました。そうん、ですよね、辛味とその味噌の感じがね。うん、そうですよね。千景、うん、さんはありますか。兵庫県の姫路市の名物が。はい、イカナゴの。 小ぎにっていうのが春に出るものなんですけども、ちっちゃい小魚、はい、カナを甘辛く煮たやつなんですけど、ただ春物をですね、秋までちょっと冷凍して取っといて、はい、新米と一緒に食べるといいですかね。うんうん、うん、うん。でも春はやっぱりそれでご飯進みますね。いいですね。う,んうん、うちはもうあの母が いくくらの醤油漬けを手作りしてくれてれそうなんですでその味が忘れられなくってやっぱり私も新潟で一人暮らしをするようになってもその新鮮な原子を買ってきて生のねすじ子を買ってきてで自分で漬けて食べるっていうのが至福の時ですね、うん、でもやっぱり新潟の新米本当においしいからまずは何もつけずに一口食べたくなりませんか食べたくなるねあのツヤツヤ そして、あとは粘りと甘さがたまらないですよね。ね<ー>もちかけさんは新米ね、はい。ちょっと腰光はまだだったので、はい、腰いぶきの方の新米を食べまして、<お>あー美味しかった。いやあ、いいですね。腰いぶきから楽しむっていうのもね。できますもんね。うん、やっぱり和製品種がね。あって、それも美味しいっていうのはね。ありがたいことです。本当に。うん 本当に新潟住んでででててかったった思うう瞬間ですそうですそね私も早く新米デビューをしてそれを皆さんにお伝えできればなと思いますけれどもそれまでにちょっと太りろ作っとこ <laughs> <laughs> ちょっと太ってもいいように痩せとこいい、ね、食欲の飽き出からね <laughs> そうですね、うん、ということで今週もお付き合いいただきありがとうございました,ました来週もお楽しみにバイバーイ,バイ,バーイ